答えきれないことはきっとわかってるのに、どうして熱は冷めないの。そう毎日毎日手を伸ばして、今日もできなくて、夜の半の部屋で一人きりで泣いた。僕はそんな行くじゃない、世界をそう誰かに奪って見せてあった。来たのは季節終わり頃で、流すべきことはほど探しだったりする。歌いたいことなんて傷つけないことを、後ろまたく思いながら、ねえなんで繰り返すの、若いプロを続けるの。そうな自問自答を胸をすさめせてた。僕はこんな丸くなった、猫背が本当の僕だと見つめて決まってた。届けて見られたら